はい、ということで皆さんおはようございます、こんにちは、ほうです。今回はこの前の続きからやっていきましょうかね。ガラスが結構できましたね。64個あれば結構完成しそうですね十分すぎるな、量的には。よし、やっていきましょうか。このさ、ちょっとこっからあそこまで長すぎるんだよな。トロッコとか引きたいけどな鉄が全然ないっていうね。うわ、ちょっと待って、なんだこいつやべえな、どうしよっかな、どうしようこいつどうやってやろう。いて、やられた。ミスった、どうしよう。厄介なやついるな弓矢だけじゃ戦えないよな、さすがに。投げれるとか、あ、ないか、それは無理か。こいつどうにかしてほしいな。あ、どっか行ってくれた？あ、どっか行ってくれた。ありがたい、これは。おお、どっか行ってくれましたね。ちょっと埋めときましょうか、ここは。窓じゃなくてドアができるまで埋めとこうか。で、やっていきますか。ああ、僕が飼ってる。ヤギさんが。ヤギだっけ？羊だっけ？もういつもわからなくなるんだよね、あれ。ヤギか羊か。こっち来んな。痛えな、おいおい、おいおい。ちょっと待てや、話し合おうぜ。痛いな。もうあいつやら。なんなのあいつ。原始人どっか行ってくれよ。原始人嫌い。原始人反対。もうお前どっか行ってくれって。頼むから死んでくれ。ああ、死んでくれた。もうやだ、もう。原始人。死んですぐに取りに行ったらアイテムがなくならないみたいなんでね、そこら辺は安心ですね。あ、やばい、取り忘れた。オッケー。もう原始人いらん。さーて、どうやって作っていこうかな。全面ガラス張りにするって言ってたんですけど、あれこんなとこにいたのか。うーん、どんな感じにしよう。屋根もガラス張りにしようかな。おおこんばんはかな、これは。手伝ってほしいな、君にも。ジャンプしてと。よし、オッケー。お、いい感じにできたんかな。うわ、ちょっとなんかガラス張りすぎてなんか嫌だな。まあいいかな、これぐらいで。いい感じにできてますね。ジャンプ。さて、どうしよっかな。うーん、どこら辺にガラスを置こう。スコップでやらないとな。牧場がすぐ近くだからな、結構嬉しいな。これも削ろう。あ、ミスった。うん、これでいいかな。こうしよう。すごいすごい。でも
窓ガラスとか割れてきたら結構危ないよねこういう建物って。地震とか起きたら絶対危ない。ちょっとこっち来んな遊ぶなよそんなとこでそこで遊ぶな。ちょっと油まみれになるじゃんせっかく作った窓ガラスが。あれ、ガラスがない。やっぱり足りなかったか。うん、できてるかなガラス。え、なんで？あ、そっか、松明焚いてないのか。あー、だからおかしかったのか。明るくしとかないとな。ジャンプしようかな。ジャンプ。うん、いい感じですね。やったやった、いい感じにできてきた。ここら辺にやっぱり牧場へのアクセスを簡単にするために道を作りたいな。石で作ろう。やっぱり結構絶壁だからなよし、オッケー。でここを掘っていきますか。どんな風にしようかな。あ、落ちた、めんどくせえ落ちるとめんどくさいな。お、朝方だ。やったやった。あー、ちょっとどいてくれ。落ちると登んのめんどくさいすごいめんどくさい。よしよし、いいぞいいぞ、できてきた。まあ夕日が綺麗な場所ですね、ここは。朝日は見れないのか、残念だな。あれ、どこだ。あった、ツルハシあった。適当に作ってるからな。もうこんなぐらいでいいかな。あとは階段をつけてそれで終わりにしよう。よしよし、いい感じ。なるかな。まあいいんじゃないのかな。まあだいたいいいでしょうね、これぐらいで。ここもガラスにしようか。うん、完璧だなこれで。あとはここら辺をちょっと木にして、この通路も改装すれば完璧ですね。あとはここから落ちないようにスロープをつけて、ここで階段をつけて、 OK、 そうしよう。じゃあ一時カットですね。